どうも、スキンヘッドカメラのバンバチクです。はい、はい、こちらはですね、万栄競馬のメインレースを吉本芸人のスキンヘッドカメラが予想していきまーす。はい、というわけで、今回のバンバチク、はい、なんと土曜日の予想ですね。いやー、なぜかというと、いよいよ土曜日にね、メインレース、はい、スキン壁岡本出発でいった。おめでとうございます。本を出してね、ちょっと協賛させていただきましたので、はい、はい、こちらの本をね、はい、当日、帯広競馬場内でも即売会をしますので、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで、ね、もう自分のレースでございますから、はい、もうしっかり当ててってほしいなと思いますけど、まあ、ここからでもよろしいでしょうか。はい、はい、今回予想するのは一応ですね、6月25日のメインレース、スキカメ岡本出版記念でございます。はい、こちらの僕の予想なんですが、6番の、スカルの広いもので、いきたいと思います。はい。イレネー記念の時からですね、ちょっと目つけてたんですけど、どんどん強くなってるんで、ここも勝ってほしいなということで、願いも込めまして買います。で、対抗が3番のブラックテイオー。はい。夏場とかね、重馬場がね、非常に向いてると思いますんで、良くなってくるんじゃないかなと思います。そして、単穴に、9番のロングビューティーですね。はい。困った時のアベジョッキーということで、買わせていただきます。ちゃんと当てに行ってます。買い目。馬連単軸一等マルチ、6から3級です。各500円の計2000円の勝負です。いってもはい。今回はね、僕の、この本の出版記念ということで、僕ね、短歌をやってて、これ短歌がいっぱい載ってる本なんで、短歌って五七五七七の31文字でやるんですよ。31文字。そんで僕ね、誕生日がね、3月31日なんですよ。なので、はい、生まれんと、そちでございます。え、そういうタイプ？いや、それやっぱり出版記念ですから、絶対そういう、やっぱ年が乗り移るわけですから、3と1で、3、1でございますので、ね、生まれんぷくでもいいんじゃない？あ、いやいや、31文字、3月31で、3、1。そんで、僕がね、うん、1点なのでこれしか買えないですけども、不安な人はね、5、7、5、7、7の5、7も買っておくと、多分、結構大きいボックスになりますね。間違いないと思いますので、3、1と5、7で。間違いなくはないと思います。間違いないと思います。はい、というわけで、当日一緒に楽しみましょう。また来週。